経専門家近くの部屋へようこそ。今日も橋本病のお話です。と橋本病で血液検査をしたら TSH とか T3 とか T4 とかっていう値を測ると思うんですけども、主に T4 ですね、測ると思うんですけど、これの意味をきちんと知っておけば、結構ですね、甲状腺のこのお薬も数値が正常になってるからもう飲まなくてもいいですかっていう質問とかが多かったので、この数値の意味が分かっていたら、あ、飲まなきゃいけないんだなっていうことを理解していただけると思ったので、今日血液検査ですね、橋本病の血液検査の数値、血液検査の数値、知ってるよっていう方はもう今日の動画飛ばしていただいていいので、なんかよくわかんないけど測ってもらって、あ、正常ですねって言われて、でも薬だけ出てる、なんでって思う方はぜひ最後までご覧ください。まず TSH っていうのは、これは甲状腺刺激ホルモンって言って、これは甲状腺ホルモンじゃないんですよ。甲状腺刺激、字がめっちゃ汚いですけど、すみません。甲状腺刺激ホルモンなので、甲状腺ホルモンを出しなさいという、甲状腺ホルモン出させるホルモンを出させるホルモンなので、このTSH っていうのは甲状腺に対して甲状腺ホルモンを出しなさいよっていうホルモンになります。でこの T3、T4 っていうのが実際に甲状腺から出る甲状腺ホルモンで、ほとんど甲状腺から出る甲状腺ホルモンって T4 の方、 T の4の方なので、T の4を測る T の4だけ測るっていう場合もあるんですけど、T の3と T の4があって、これが甲状腺ホルモンです。だからこの甲状腺ホルモンって全身に対してこう元気にさせてくれるっていう働きをしているホルモンなので、これが橋本病によって少なくなっちゃう。甲状腺がこう壊れていくのが橋本病なので、甲状腺のあの細胞がどんどん壊れていって少なくなっていって、甲状腺ホルモンが出せなくなっていったら、この甲状腺ホルモンが少なくなっていく、いきます、少なくなっていってしまうと、あら、甲状腺ホルモンが足りないわよっていうことになって、この TSH っていうのが、甲状腺刺激ホルモンっていうのが増えてきます。甲状腺ホルモンが足りないぞってなると、この TSH 甲状腺刺激ホルモンが増えて、もっと甲状腺ホルモン出せっていう風になります。だから橋本病でなんかも体もしんどいし、なんかおかしいなと思って行った時に TSH の方が高くて、この T3、T4 の方が低いってなっていた場合は、結構もう甲状腺がこう壊れていってて、甲状腺ホルモンを十分な量出す元気が甲状腺にないっていう状態と言えます。でそこでこのお薬で補充できるのはこの T4 の T の4の方なので、これを薬で補う、薬で補う、この T の4を薬で補うことによって、で、あ、ちゃんと甲状腺ホルモンが体の中にあるねっていう状態になると、体も元気を取り戻して、だるいとかしんどいとかむくむとか疲れやすいとか、そういうことがなくなってきて、この TSH も、あ、体の中に十分甲状腺ホルモンがありますねってなると、こうガンガンたくさん出るのではなく、この数値は落ち着いてきます。でこの数値が全部落ち着いた状態になっていて、で自覚症状として体のだるさだとかむくみだとか、そういう甲状腺ホルモンは足りないぞっていう自覚症状がない状態っていうのが、こう維持していく上でベストな状態っていうことになります。ただこの TSH って
まあ幅が正常値の幅があるんですけど、この妊婦さん、妊婦さんじゃない、妊娠希望の方とか、こう妊娠中ですっていう方は、この TSH が正常範囲だったとしても TSH2.5 以下っていうのが基準になっているので、今は必ずその、まあ、妊娠しましたとかそうなったら甲状腺ホルモン測ると思うんですけど、妊活しててなかなか妊娠しないってなった場合、すぐに人工授精とかそういうのではなく、まずは甲状腺ホルモンが高くないですか、非常に高くないですかっていうのをきちんと測ってもらってください。で、中にはあの TSH が正常範囲だから問題ないっていう先生もいらっしゃるんですが、この甲状腺の専門の、で、産婦人科の先生とか甲状腺のことをよく知っている産婦人科の先生でしたら、あ、もうこの数値だったら 2.5 以下にしなきゃいけないから、甲状腺ホルモンを補って TSH を下げましょうっていうふうに言ってくださるので、結構不妊の原因になるんですよ、これ TSH って。なのでちょっと話ずれてきましたけど、妊活中の方はこの甲状腺刺激ホルモン TSH は 2.5 以下、あんまり頑張ってこう甲状腺ホルモンを出しなさいというこの TSH は高くない方がいいです。妊娠するっていう時にも必要ですし、その妊娠を維持するっていうのにも甲状腺ホルモンって必要なので、で結構妊娠を維持できなくて早産するとか流産するとか、そういう危険性もなきにしもあらずなのでね、妊活中の方とか妊婦さんとかは必ず甲状腺のこのホルモンたちは測ってもらった方が良いです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。なんかちょっといろいろごちゃっと喋っちゃったんで、分かりづらかったら分かりづらいっておっしゃっていただければ、ちょっと分けて振り直しますので、コメントいただけるとありがたいです。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。